オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。Bonjour, c'est Joseph, professeur chez Ensemble en français. こんにちは、アンサンブルアンフランセ講師のジョゼフです。J'espère que vous allez bien. 皆さん、お元気でしょうか？La température est enfin descendue, si brutalement que mon corps n'a pas eu le temps de s'y habituer. やっと気温が下がりました。私の体が慣れる暇もないくらいとっても残酷に。Nous n'avons presque pas eu d'automne cette année. 今年は秋がほとんどありませんでした。J'ai l'impression d'être passé directement de l'été en hiver.直接、夏から冬になってしまったような気がします。Avez-vous des projets pour la fin d'année? 皆さんは、年末の予定はすでにお決まりですか? Personnellement, j'irai bien aux sources d'eau chaude pour me détendre un peu. 私はというと、少しリラックスするために温泉に行きたいな。Malgré le froid, j'aime beaucoup l'hiver à Tokyo.寒いですが、私は東京の冬がとっても好きです。Il fait toujours beau. Et ça, c'est très important pour le moral. 天気がいつも良いので、それは気分のために大切です。さて、本日のアラカフェとは2部構成でお届けします。第1部は、私、ジョゼフがお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は11月にデビューされたウルリック先生をご紹介します。Allez, c'est parti pour la leçon. さて、レッスンに移りましょう。Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la préposition sur. 今日は前置詞sur について話したいと思います。On l'utilise souvent pour parler d'un objet que l'on pose sur un autre. 普段は何か物を別の物の上に置くときに使います。例えば、私は自分のカバンを椅子の上に置きます。Je pose mon sac sur la chaise. Je pose mon sac sur la chaise.Je pose mon sac sur la chaise. Mais de temps en temps, sur se traduit par un autre mot en japonais. でも、日本語では時々別の言葉で訳します。例えば、女子のに、で、また、をと訳すこともあります。Voyons quelques phrases. いくつかの文を見てみましょう。Par exemple, 例えば、私は歩道を歩いています。Je marche sur le trottoir. Je marche sur le trottoir. Je marche sur le trottoir. 私は駅のホームで君を待っています。Je t'attends sur le quai. Je t'attends sur le quai. Je t'attends sur le quai.私は自分の猫の写真をいつも持ち歩いています。J'ai toujours une photo de mon chat sur moi. J'ai toujours une photo de mon chat sur moi. J'ai toujours une photo de mon chat sur moi. Il y a encore plein d'autres expressions. Par exemple, 別の表現がまだたくさんあります。例えば、sur la terrasse, terrasse で、sur le balcon, balcony で、sur internet, internet で、sur le mur, 壁に、sur la lune, 月に、sur la terre, 地球に。Alors, qu'en pensez-vous?
Je pense que vous pouvez essayer de vous rappeler ces quelques expressions. いかがでしたか?これらの表現を覚えてみるのはいいかもしれません。Je vous souhaite bon courage. 引き続き頑張ってください。いかがでしたか?今回のようにしておくと役に立つフランス語の一言はアンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた、アビアント。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。続きまして番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回は11月29日にデビューされたウルリク先生をご紹介いたします。2022年からフランス語を教えているウルリク先生はフランスの大学で日本の言語や文化を専門的に学び、日本語能力検定の1級に合格するほど言語学習に熱意と努力を惜しまない講師です。フランス語を教えるときは、文法も発音も頑丈な基礎を作ることに重きを置いており、日本人学習者の苦手や特徴にフォーカスした教え方を行うため、初心者はもちろん伸び悩みを感じている中級以上の方にも新しい発見や気づきをもたらしてくれます。ウルリック先生は明るい笑顔とオープンな人柄で親しみやすく、生徒が自分で考えて答えられるようじっくり待ってくれるので、安心感の中で話してみようという前向きな気持ちになれます。会話を楽しみながらも要所要所で重要な文法や単語の説明を欠かさず、通じるけど完璧でない発音の癖まで拾って矯正してくれるため、一歩ずつ前進したい方だけでなく、高みを目指したい方にもおすすめの講師です。日本時間の朝8時から夕方5時まで枠を空けておりますので、ウルリック先生にご興味がある方はぜひ一度受講してみてくださいね。ご予約をお待ちしております。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てにお名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。